このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。この時間はサンフレッチェ広島対浦和レッズ、こちらの一戦をお届けいたします。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、ついにリーグ開幕戦です。そうですね、やはりうまくいくかいかないか大きく出る試合ですから、開幕に向けて準備はしてきましたけども、うまくいった時には監督はすごいなって称賛されますけども、うまくいかなかった時ですよね、問題になるのはね、はい、求心力を失いますからね。やはり両チームとも開幕白星でいきたいところですよね。そうですね、北澤さん、361のシステムで今日来ているようなんですけれども、この3バック、この意図は何なんでしょうね。まあ、相手がワントップ、ツートップでも3人で守りきれるってことですよね、はい、ただワントップになってしまうと少しこう余ってしまう選手がいるので、はい、前に押し出てくるということもしないと、少しこう縦にポジションがデコボコ感を作るということができた方がいいかなと思いますけどね、はい、ツートップに対しては非常にこうはまりやすいのかなと思いますけどね。あとはサイドのワイドにいる選手ですね、これがサイドバックに入ってきたりとかするので、まあ、ちょっと守備時の時には5バックになったりとかっていうこともこうスムーズにできれば、守ってからの攻撃という形もなりますよね、うん、広島のキックオフでスタートです。サンフレッチェ広島対浦和レッズ、サイドの紹介です。スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。この試合最初のシュートは広島、これはどうだ、シュート、なんと止めた、ボールはクリア、ここで前を向けるか、チャンスを演出できるか、シュート、来た、先制、いやー素晴らしい。いやー、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね、さあ浦和この早い段階で先制しました。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制したが、シュート、決まった、追いついた、サンフレッチェ、いやまたすぐ同点です。北澤さん、これはまあ見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。鋭いボール、ゴールへと突き刺さりました。いや、振り抜きましたね。これ本人も気持ちよかったでしょうね。スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さんギリギリでしたね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、何かこうボールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。1点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、こうついてよく決めましたね、はい、川村縦へ送る、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。いいプレッシャー、このボール危険です。伊藤、一旦戻します。西川、大きく前線へ、これを読んでいました。野津田、縦へ送る、組み立てながら攻め上がっていく、野津田へ、開きましたよお前、さあどうだ、もうこれいいでしょ、絶好のシュート、まだある、浦和ここは大きくクリア、危険なシーンでした。スルーパスを狙う、いい形でしょ、スピードを上げたいところ、
さあ来たか。さあどうする、足元大事に行きます、避けるか、自分で行く、もうこれいいですよ、これはどうだ、シュート、勝ち越し、いやー、ゴールに吸い込まれるような見事なシュートでした。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。ここからこういう風にシュートを打ったら入るという自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね。イメージ通りじゃないでしょうかね。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、非常に冷静でしたよね。シンプルなだけに非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね。さあ浦和、ここでリードを奪いました。広島が最終ラインまでボールを下げる、スペースを狙う、おお、これいいですよ、中野がこのパス、さあ来たか、この位置でボールを受けます、これ仕掛けるか、チャンス来た、どうだ、シュート、ほら、これは最初にどうする、さあどうだ、上がる、これはクリア、広島奪い返します。縦へのボール、リズムを刻む、さあどうだ、もうこれいいですよ、どうだ、シュート、浦和はここクリアで難を逃れます。野津田へ、広島がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいですよね。野津田へ、チャンスを演出できるか、さあどこに出してくる、さあ左へ預けて、野津田へ、これ仕掛けるか、シュート、ここはキーパー処理しました。大きく前線へ、ここは対応します佐々木、さあどうする、東へ、裏のスペースを狙う、いいボールだ、抜けてくる、お、これいいですよ、勝負のシーン、さあどうだ、来たか、クリアです。いや、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。前半を終え2対1、しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、すさまじい展開になりましたね。この2-1というスコアですよね、やはり次の点によってやはりどちらが勝つのか決まってくるところがありますからね。広島としてはまず早めに同点に追いつくことでしょうね。動きはそれほど悪いように見えませんでしたからね。サンフレッチェ広島対浦和レッズ、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。広島としてはまだ時間がありますからね、はい、じっくりと試合を進めていくというのも一つの手だと思いますけどもね。スルーパスを狙う、来たか、野津田、このボールに触ります、キーパーからのロングフィード、ここは通しません、裏へのスルーパス、もうこれいいでしょ、シュート、こぼれてる、スイド、押し込んでくる、いやー、決まった、追加点、大きな追加点、いやー素晴らしい、川波がこう弾いたボールを正確に押し込みました。いやー、キーパーがハンドルした後の勝利をあらかじめイメージしてきましたよね。落ち着いて流し込んだいいゴールでしたよね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや、素晴らしい展開でしたし迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。
広島はメンバーチェンジです。さあ浦和2点差にリードを広げてリスタートです。浦和としては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでいると思いますね、はい、この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。そうですね、よく見えてますね。浦和としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。シュート、いやこれはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。浦和は選手交代のようです。キーパーから前線へ渡辺、裏を狙う、いい形、さあ抜けた、シュート、いやー今のは木澤さんファインセーブでしたね。いやよく止めましたね、ファインセーブですよね。浦和決定的と見えるチャンスのシーンがありました。主審流します、ふわっと裏を狙う、さあ一気にカウンター、これはファール。野津田、今のファールには注意があったようです。そうですね、丁寧にいかないと次こそカードもらっちゃいますからね。ミドル惜しい、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。キーパーから前線へ、いいプレッシャー、渡辺大きく縦へ、中島攻めの姿勢です。ファーサイド、これは合わせたかったですよね。さあどうだ、シュート、まあクリアが精一杯ですよね。広島はここでベンチが動きます。さあ広島2人の選手を入れ替えます。仕掛けるか、チャンスを演出できるか、サイドを縦に走らせます。いいこの位置で受ける、中は枚数いる、どうだ、これはクリア、どうだクロス、うわ惜しい、もう一度、広島はここクリアで難を逃れます。ここで受けて中島、ボールがつながる、シュート、シュートでした。浦和決まってればもうゲームは決まってますよね。これね、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打ってますからね。キーパーからのロングフィード、さあ来たか、どうする、松本チャンスを演出できるか、細かいパス回し、さあどうする、速いパス回し、シュート、いやスルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。まあ、足元につなぎながら今なんかも少しアバウトになりましたけどね、スペースにこう出していくっていうこともプレーとしては必要かもしれませんね。コーナーキックです。ここを拾って次につなげたい浦和レッズ、さあ来たか、荒木、これはどうだ、シュート、
ルーズになる。ここはいいプレスで奪います。浦和落ち着いて時間を使います。渡辺、広島、これは奪い返します。スルーパスです。おさわったグレーだ。シュート決めた。サンフレッチェ後半がアディショナルタイムです。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。そうですね、得意の形でしたし相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは浦和がメンバーチェンジをします。さあ広島もう1点いけるか。あと1点ですからね。ここからは全員で行くしかないですよね。そうですね。井上、ここで終了を告げる長い笛。3対2、広島惜しくも僅差で敗れました。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。広島としては先制点を許したことによって先に相手の流れになってしまった。今日の敗因はこの部分が大きかったんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。Whenever you need my love, need my love.